シャルル・ブリュックは、ハンガリー出身の指揮者、音楽教師、オーストリア・ハンガリー帝国領ティミショアラの生まれ。地元で音楽を学んだ後、1928年に、ウィーン音楽院で、ピアノと作曲を学んだ後に、パリに留学し、エコールノルマル音楽院で、アルフレッド・コルトナディア・ブー・ランジェ、ブラド・ペルル・ミューテールの各市に支持した。1934年からは、 ピエール・モントゥーに指揮法を習い、モントゥーがサンフランシスコに移った時には助手として付き従った。1939年にはフランス国籍を取得し、第二次世界大戦に際してはレジスタンス活動に従事した。1950年からオランダ歌劇場の指揮者を務め、1955年にはストラスブールフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者に転出。 さらに1965年には、フランス放送フィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者に移籍し、1970年まで務めている。1969年には、シノモントゥがアメリカ合衆国メイン州ハンコックに開設していた指揮者学校の教師になり、没年まで務めた。ブルックはハンコックで没した。ありがとうございます。